はい、皆さんおはこんばんにちは。じゃあ今日は ME エンサイクロペディア第14回、ちょっと噛んでますけどね、第14回ということで、前回まで流体力学をやったんですけど、今日からちょっとね、一番よく出てくるとこかもしれません、物理音波と波動をやっていきたいと思います。今日のお題はこれです。まず音速、周波数、波長の関係式を、から導く問題、それともう一つがドップラー効果ですね。この2つは非常によく出てきます。特に音波、超音波、波長のね、周波数、波長の関係式はむしろ国家試験でよく出てくるんですけれど、ME 検定試験でもその知識を使った問題っていうのが結構ね、計算問題で出てきてますので、ここはね、得意分野にするとね、非常におすすめです。83ページを見てください。83ページですね。で、持ってない人はね、この概要欄のリンクからね、ダウンロードしてもらうといいと思います。このあたりはちょっと僕の、まとめで言うと、僕はまとめるのに A41 ページにまとめるのが、これ B5 版でもいいんですけど大好きですね。で、じゃあ A41 ページに音波超音波全部まとまらんじゃろうか思ったら、なんとかね、2ページにまとまったのがこの83、84ページです。そこはね、だけね、試験直前に眺めてどうやったかなってね、見直すのにいいと思いますから、ぜひね、慣れておいてください。で、今日使う関係式はカッコ3番のこれです。ラムダイコール F 分の C ですね。これだけ見てもこれを覚えろって言ってもね、多分ね、5分で忘れます。そこで僕がおすすめなのはこうです。とりあえずいい波の絵を描いてみて、こんな感じのね、適当に描けばいいです。その時の、この長さが X だとしますね、メートル。そうした時にね、ここの一つの山から谷までのこの波一つが波長です。波長ね、いや、当たり前のことをね、言ってるなと思うかもしれませんが、いい、当たり前のことを積み重ねるのが工学なんですね。で、波が1、2、3、4、4つあります。そしたらね、これが1秒間に例えば4つあるとする。だからこれが周波数なんですね。となると1秒間に進んだ距離、それ1秒で進む距離っていうものは、もうこの絵を見たら分かります。ここまでですね。ラムダが1、2、3、4とね、その個数分だけある。だから1秒で進む距離、C ね、速さです、音速です、イコール波長に周波数をかけたもんだっていうのは、これはね、特に何も覚えなくても出てくるんですね。見たまんまの話です、ね、で、僕がおすすめするのはこの見たまんまの話まで持っていくことね。そこまで落とし込め、それは当たり前だよな。山が何個ある、1秒間にね、が周波数だ。それで一つの山の長さが波長だと。ただ波長に周波数をかけたものが速さなんじゃねってね、そういうノリで理解しておくことが、すごく大事になります。いいかな。で、これはね、よく理解しとってください。で、なぜね、こういった形でよく教科書に載ってるかいうと、大事なのはね、波長なんです。波長っていうのは、これはほぼほぼ超音波診断装置のエコーの分解のですね、性能を表す指標になります。厳密に言うとね、
あのバースト波のどうのこうの波数がどうかいうの出てくるんだけど、それは置いといて、ね、あの波長っていうのはエコー装置の距離分解能、ね、つまりどんだけ細かくあの見れるかの指標になってるんです。だから音速と周波数から波長を求めるっていうのが大事なわけ、ね、それでね、あのなんていうんかね、よく問題に出てくるよっていうことです。じゃあですね、ちょっと問題を一回ちょっと見てみたいと思います。で、あの適切なのがちょっとないから特殊の問題で説明します。これが問題なんですけれど、図に示す波形 の、 あの音波をあの気温これこれ、この音波の波長はいくらかって書いてますね。で、早速今の式を使ってみましょう。で、グラフではこういう音波なんだよ。で、この音波が横軸が時間ミリセコンドですね。横軸がここが 0.1、 つまり周期が 0.1 ミリセコンドだ。で、この問題をね、例題に出したね、一つの理由は、周期っていうものは周期と周波数は逆数の関係にありますね。つまり1秒間の個数が周波数ですね。で、じゃあ一つが何秒っていうのが周期になるわけです。だから1秒を周期で割ったものが周波数ですねになるよっていう、まあこれもね大事な式なので合わせて覚えておいてくださいっていうことが言いたかったんですね。つまりあの問題っていうのは必ずしも周波数が出てくるとは限らない。周期が出てきても周波数に直せたら勝ちなんですね。 OK となると、これでね、もうちょっとこれこっちかな、よいしょ、すいません、こっちかな、となるとこれでね、あのもう出たようなもんだな。これで入れてみると波長っていうものは音速×周波数分の1ですよね。だから音速に周期をかけたものになる、ね、なので音速が空気中では340m/s ですね。空気中では340m/s。それで、水の中では1500m/s になるんですけれど、いい？これはもう覚えるね。普通はあの国家試験でも ME 検定でもこの数字は覚えているものとしてあの扱われます。だから覚えてください。となったら、あとはこれは結局 340×0.1 ミリセコンドだよっていうことですね。 340×0.1 ミリセコンドですよっていうことになってますから、これはですね、あ、答えが違いますね、2番ですね、回答が間違ってます、2番です。340であの 0.1 ミリセコンドになりますから、あっと10100000、でセンチメートルに直すと、これはあの3、メートルに直すと34×10⁻³ メートルになりますね。イコール 34mm ですね。イコール 3.4cm。 答えは2番になります。ちょっとここ答えが間違ってました、ごめんなさい。2番ね。そんな感じです。つまり何が言いたいかというと、まず波長と周波数と音速の関係はもうすぐ出せるようにしといてください、ね、その上で周期と周波数の逆数であるっていうところまで知っとけば、これはあの福祉の過去問がずっと並んでますが、ほぼほぼ全部解けます、ね、単位だけ間違えんければね。で、だけどあの ME 検定でどういった形でこの知識を使うのかというと、34ページを見てください。34ページ
午前の33番。でこれはですね、あの波長音の、まあ、周波数範囲がだいたい20から20キロヘルツです、ね、全部ねこの同じあのことを使いますからね。波長音というのは20から20キロヘルツです。でこの振動数の音波が大気中をあの電波する時の波長はいくらかね、もう簡単ですね。波長は大気中は340で20で割る、だこれは大体ですね2分の34だから、17ですね、メートル。つまり20ヘルツの時には波長は17メートル。じゃあ20キロヘルツの時はどうなるかというと、これを線で割ったらいいんですね。だからの時は 17×10−34m イコール17mmだから 1.7cm だとね。あのこんな形です。 OK かな。あのこういうふうに押さえておけば、あのだいたいちょっとね、えどうすんのと思うような問題でも、まあ、解けます。まあ、これが一つ今日知っといてほしいことね。であの次にですね、あのもう一つ押さえておいてほしいのが、あのよく計算問題でこれめっちゃ出てくるのがいいドップラー効果です。次になります。であのこれは一体、どういったものかというと、あのテキストの85ページを見てください。ここにね、あのドップラー効果の考え方をまとめました。まずいい、あの実はドップラー効果っていうのは3つの種類しかない。何を言ってるのかね、ピンとこないかもしれませんけれど、まず音が発生するものがあります、ね、そして、まあ、人が聞いてます、ね、観測者がいる。そうした時にいい、あの 音がその音源が観測者を追っかける場合ですね、つまり観測者が逃げてて音源が追っかけてくる場合か、または音源と観測者が近づいていく場合か、または遠ざかっていく場合かね、あのこのくらいしかあの実はね種類がないんです。であのどんな種類でもあの式を一つ一つ覚えておけばあのまあ解けるんですけれど、どっちがどっちだったかなっていうのはすぐ忘れます。だから僕は皆さんに式を覚えることは一切お勧めしません。その代わりに考え方を押さえておく、ね、でまず大事なことはね、あの音がの音速っていうのです。これは大気中の音の速さです。音速ね、これは同じ空間だったら同じなんですね。音速は同じです、ね、音の速さそのものが速くなったり遅くなったりはもう温度が変わらない限りありません。 OK。 であのじゃあ何が変わるのかというと、例えばこちらが F の音を出してます。それでこう動いているとしたら、前に行く時の速さね、速さっていうものは C というだけの速さで音源から音は前に飛び出していきます。つまり音源から見たら前の方向に飛び出す音速は音の、あの音源の速さの分だけ小さくなっているんだよっていうね。 OK。 それでじゃあこちらはどうかっていうことです。聞く方も音速はやっぱり V でこの遠ざかってたらそれだけ低くなっている、ね、そこではい、波長はどうでしたかね。波長は音速を周波数で割ったものになりますね。だけどここでは音速が低くなってますから、ここの波長は音速を
音源の速さで弾いたものを周波数で割ったものなんですね。でここで聞く時の周波数を F' としますと、ここでの波長は音源の速さを観測者の速さを音速から弾いたものを聞く方の周波数で割ったものになるんですね。でここでね、大事なことは教科書でパシッと書かれてないことなんですけれど、聞いてくれる？同じ空間だから波長は同じなんです、ね、これはもう理由は簡単です。同じ空間を伝わっていくからっていうことですね。だからその音速そのものも同じだしね、波長は実は同じ空間を伝わるものの波長は同じになるんですね。だって外から見たらその一つの波にしか見えないわけです。これだけ押さえとけば実は何も覚えなくてもこの絵を描いてください。それでこうだよなって思う。そうするといい F 分の C 引く U イコールF' 分の C-V で、これが波長なんだっていうことはこのドップラーの式からは隠されちゃってるわけだけど、これは波長が同じだって言ってる式なんですね。でここからやると F' イコールにするのはそんなに難しいことじゃありません。 C-U 分の C-VF とね、こういうふうに変形してしまえばできてしまう。 OK?でこんだけです。でこれはですね、もしも、これがこちらにちょっと絵を変えて帰りますね。聞く人がこちらに近づいたらどうなるか、お互いに接近したらどうなるか。そうするとこの時の音速っていうのは C たす V になりますよね。だからこの引くがたすになるだけ、あとはね一緒。こうやって考えると実はねそんなに実は難しくないんだっていうことがわかるはずです。よし、じゃあねちょっと問題を解いてみましょう。まず ME 検定では計算問題は実はね割と聞く人が静止している問題が多いですね。なんでか知れないけど多いです。だから逆に非常にこれは解きやすい問題が多いと思っていいと思います。25ページのつい最近の問題41回の午前の23番を解いてみましょう。まずもうこの絵を使いますね。振動数が 600Hz の音源が速さ 40m/秒で移動しているとね、その音源を進行方向前方で静止して聞いてる人ね、静止して聞いてる人、これはこの C が V が0っていうことですね。0っていうことになります。で静止して聞いている人の聞く時の振動数はいくらですかっていうことです。だからこの V が0で C が2これが音速は340です。340-40 ですね。で C が340、それで F が 600Hz です。 600Hz だ、これは300分の340×600 だから680Hz っていうね、ふうに瞬時に答えが出てきます。で、その23、その次は第40回ですね。第40回の第40回の午前の23番なんですけれど、この問題は振動数が次は 900Hz 音速の3分の1
U イコール3分の C ですね。で近づいてくる時の振動数はいくらか、これも同じように考えてみましょう。 F ダッシュは、C 引く3分の C 分の C ですね、かける F になります。イコール3分の 2C 分の C ですね。あ、なんかめんどくせえな。 F イコール2分の 3F になります。だから、330の時、あれ振動音速の3分の1が、あれ答えがなんか違うな。2分の 3F で、F が、900Hz ですね。900Hz、答え違うわ。900Hz だった。600に見えてた。900Hz で、2分の3倍ですね。そうしたらこれは 1350Hz になりますね。 OK。 だからこんな形で解けます。次の問題も全く同じです。キャーですね。OK。 まあこんだけ。ただあとね、実はもう一つ、なんていうんかね、この僕はこの本質は波長が同じことだって言ったんですけれど、本質を問う問題がその次の第36回の問題ですね。第36回の問題、これも実はドップラーの問題なんですけれど、聞き方、聞く内容がちょっと違う。第24問です。午前のね、振動数 300Hz の音源が速さ 40m/s で進んでいると、波長はいくらかって聞かれてるんですね。でこういうことは聞かれるわけです。振動数が300Hz、 速さが 40m/s、ね、で音速を340とするとき、音の波長はいくらか、ね、で波長聞かれるんです。え、波長？波長？とか思うんですけれど、大丈夫、この僕の説明したこのドップラーのこの理解の仕方をしとけば、あ、波長ねで終わるんですね。こちら側のこれのことです。だからこれは単に340、音速が340-40を周波数300で割ったものになります。そうするとこれは300分の300、だから1メートルですね。まあ瞬速で出てきます。でもしかしたらその方式だけね、ドップラの方式だけ覚えてると、これ周波数聞いてないけどどうするんですかってなるんですが、こういう理解の仕方しとけばもう何を聞かれても大丈夫です、ね。まあそんな感じでやっていきましょう。あとね、国家試験の場合は少しね、もう少し複雑な問題も出てきますけれど、それはね、林徳園の方ので詳しく解説してますから、もうちょっとこれね面白いから詳しくやってみようと思う人はぜひね、そちらも見てみてください。いいかな。であとちょっとね、全く今までと違った話で、過去に1回だけ毛色の違う話が1個だけ問題が出てて、実はね、僕は学校でその ME 検定の勉強会しとった時に一番質問される問題がこれですね。先生、この問題だけはどうやって解いていいかさっぱり分かりませんっていう問題、それが33ページの第30回、だいぶ前ですね、第30回の国家ME 検定の36問ですね。まあ、これはちょっとね、今までの話とは若干違うんですけれど、説明していこうと思います。というのも、これ説明するのが結構面倒なんで、動画見てねで済ませようというね、まあ、そういうそんな狙いもあります。で、類題は過去にあと一物も出てません。で、これはなんかね、最初読んだ時へえと思ったんですけれど、あ、聞いてる？これ1100やろ。水の中っていうのを示すときにはね、こういうふうに書けばね、水の中に見えるんですね。
こんな風に書くとっていうのは、あの前あの僕船を作る勉強する学校行ってたんですけど、と教わりました。こうやって水の中だ、こっからしたら水だと思ってくださいね。それで何の話しとったっけ。ある水面上の点 A で発生した波ですね、音を同じ湖の水面上の点 B に置いて空気中と水中で同時に観測した。だからこれはあの水中からも音が出てるわけですね。音が出てるんです、こうね、音が出てる。そうすると B に到着した時の到着時刻に1秒のズレがあった。その時のこの距離はいくらですかっていうね、この距離 X メートルか、これを答えてくださいっていうものです。これはあのなかなかねちょっと経路が違うんですけれど、時々ねあの頭使う問題が出てきます。でこ の, あの空気中だと単純にやるために、空気中では300mph で水中では1500mph ですよっていうことですね。でこれはね実はね単純な話をします。速さに時間をかけたものが距離ですね。これはあの小学生でも知っている話です。距離になります。速さに時間をで、それしか使わないっていう話です。まあちょっとやってみますね。それでその時の時間ですね、こちらからこちらに到着するまでの時間を t 秒としますね。でこちらから空気中では t プラス1秒かかったわけですね。で、あの単にこれをそのままイコールで結ぶだけだから 1500×t、 これが x ですね、イコール300t+1秒、そんだけ。実はねあのこんだけの話だったんです。そうするとこれは 1500t=300t+300 になる。そうすると 1200t=300t=1200分の300 ということは4分の1秒ね。つまり4分の1秒で到達するっていうこととなると、ここに4分の1を入れてやったら距離は1500を4で割ればいい。1500を4で割ったら4、3、12、4、6、24、4、5、20とね。ということでこれはだいたい何もなるかな、3、4、7、28だった、28イコール375mね。こんな感じ。 OK。 ちょっとねこれは経路が違って、時々ね たまにこういった問題が出てきますけれど、あの ME 検定の場合はむしろねあの簡単なことを実は聞いてる場合が多いので、あの気を取り直してねいろいろあの試行錯誤して解いてみるのもたまには必要かなと思います。よし、じゃあ今日はねあのちょっとねちょっとこれだけ知っとけば必ず取れる音波、あの音波のその波長と周波数の関係式、それとドップラー効果についてねあの説明しました。であのもっと詳しく知りたい人はね林徳栄のところでいろいろあのムービー使って説明してますから、そちらの方もぜひご覧になって勉強して、あとあのこちら あの問題集には国家試験の過去問も出てます、たくさんね。このあたりだけは国家試験の方がちょっと難しめの問題が出る傾向がありますので、あの、まあ、将来の対策としてやっておくことをお勧めします。よし、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。